組織としては WWPDB ワールドワイド PDB という組織が、これ財団なんですけどあります。国際的な財団がありまして、そちらの下に4つの組織があって、それぞれが協力して運営を行っていると。アメリカの RCSB、PDB と真ん中にあるなんか蝶々のようなマークですが、これは PDB ユーロップ、欧州の PDB と、あと日本の PDBJ で、あと一番左の端に BMRB というのがありますが、これだけはちょっと性質の違う NMR に特化したデータベースを特化して扱っているグループですが、主には真ん中の3つが協力してやっているということですが、その協力っていうのはどういう協力をしているかということですが、主な仕事としては実験された出てきたデータを受け入れる登録をしてもらうということと、それを公開するという、これが大きな2つの仕事になります。で、その登録を各拠点で分担して行う。で、日本の場合ですとアジア地区からの登録は基本的に PDBJ が行うと。原則なんで、例えば混んでたらよそに回してもらうとか、逆に空いてたらよそからのもやるとかいうことはありますけど、基本的にアジア地区だと日本がやります。で、それを一旦アメリカに全部集めまして、で毎週水曜日日本時間の9時、これは全世界共通の同時タイミングで新しいエントリーの公開であったり、もしくはアップデートであったりということを行っています。はい、ということで PDB の紹介でした。で、先ほど、登録されるというお話をしたんですけど、その登録されるデータというのはどのようにして生み出されるのかという、その計測法の話を少しします。が、先ほども自己紹介で言いましたように、私この分野の実際研究をやってたわけではないで、これは本の受け売りなんですけど、一応紹介します。で、立体構造のデータの実験手法の内訳なんですけど、見ていただくと分かりますように、ほとんどが X 線結晶解析という、今でも9割方が X 線結晶解析、これ今12万件余りあるうちの9割方がX 線結晶解析です。で、残り1割ぐらいが NMR で、さらに 1% ぐらいが電子顕微鏡で、もうその他は埋もれてるぐらいしかないという状況です。で、このまず X 線結晶解析ですけど、分子の結晶をまず、名前にある通り結晶を作って、それに X 線を当てると、解説像が得られて、それから分子の形が分かるということです。で、長所としては小さい分子から大きい分子まで広く適用できるというところがあるんですが、最大の欠点というべきことかもしれませんが、結晶を作る必要があると。で、例えば塩だったら簡単に水を干上がらしたら結晶になりますけど、タンパク質はそう簡単にいかなくて、結晶になりにくいタンパク質ももちろんあります。で、そういうものはなかなかこれが適用できないということになるんで、そこは難しいところですけど、逆に言うと結晶さえできれば、ある程度はこれ使えるということかと思います。で、あともう一つの問題は結晶にしますので、結晶状態が必ずしもその生き物の中でいる状態のタンパク質分子と同じとは限らないと。例えばその結晶化するために例えばいろんなものをくっつけたり、いろんな例えば溶媒をいろいろ考えたりしますけど、その条件が必ずしも同じとは生態条件とは同じとは限らないということで、その辺を一応考慮して考える必要があるということがあります。はい、これが9割方なんですけど、で残り1割は NMR という。NMR も実は固体 NMR と溶液 NMR というのがありますが、ここで言ってるのは溶液 NMR ということで、日本語にすると角磁気共鳴ということで、磁場をかけると。で、これは溶液で構いません。溶けた状態、タンパク質が溶けた、ある程度の濃さが必要ですけど、溶けた溶液を作ります。で、それに磁場をかけて、ちょっとこの辺詳しくないんでよく分かりませんが、磁場をかけて回したりすると、電磁波が観測されると。で、それを測定して、それを解析すれば、構造情報が得られるということです。でこれよく医療診断で用いられる MRI という筒の中に入っていくやつですが、まあ、あれと原理は一緒です。でこれの最大の特徴は先ほど X 線で欠点短所と言ってました結晶を作る必要があるのは逆で、これは作る必要がないというところがありますが、ただあまり大きなものはこちらで扱いきれないということで分子量に制約があるということです。40キロダルトンぐらいまでが限界なんだそうです。であと、飛ばしましたけど質量2つ目ですけど質量数がなんか奇数の原子を使わないといけないということなんですけど、まあ水素は1なんでまあいいんですけど、炭素は普通のやつは炭素は12ですけど12だとこれは使えなくて 13C を使わないといけない。でも 13C を含んだ例えばブドウ糖を買ってくるのはちょっと高いとか、まあそういう事情があるようです。まあ、こういうものですね。はい、でもう一つは 1% ほどですけど電子顕微鏡、電子顕微鏡も実は何種類かあるみたいなんですけど、ここで言ってるのは単粒子解析という電子顕微鏡のやり方で、まあ、単粒子だから一個一個の分子をもう本当に電子顕微鏡で見るというやり方ですね。ただ写真を撮るようにパッといけばいいんですけど、そういうわけにいかないらしくって、こうまあたくさんの分子の写真を撮ってそれをまあ平均して立体構造をこう、まあ、算出するみたいなやり方なんです。でこれも結晶化いらないで大きい分子が得意、まあ、ただ解像度が低いということですけど、まあ、対称性の高いものは比較的解像度が上げられるそうなんで、ウイルス粒子、ウイルスなんかボールみたいな形をしてたりしますけど、まあ、そういうものに関しては得意ということで、よくウイルスのこうカプシドですね、そういう丸っこいやつの構造は電子顕微鏡で解かれたりしています。はい、まあ、主にこの3つの方法で解かれたデータが我々の PDB のデータベースに登録されてきているということですね。はい、でここまでお話でしたけど、ここから実際 PDB の中身を見ていくことにします。でデータ検索フォーマット視覚化ということですけど、まずその登録されてきたデータというのが実際どんな形で書かれているのかということですけど、まあ、いろんなフォーマットがまあ歴史的な事情もあります。で一番歴史があるのが一番上に書いてます PDB フォーマットというものなんですけど、これは80文字固定です。でこれは情報がもうすでに入りきらない部分があるんで一部もう割愛したような状態で入ってます。でこれはまあその文字数の制限とかがあって、これまあだいぶ前からやめようとしてるんですけど、まあ、多くの方が使い続けておられる。もうPDB っていうのは40年以上の歴史がありますから、それで急にやめろと言われても困るということで、まあ、なかなかやめきれないというところでまだ一応提供は続けていますが、まあ、将来的にはこれやめる方向で今進んではいます。で、まあ、メインとなっているのが真ん中に太字で囲んでます PDBXMM シフ、まあ、略して MM シフとよく呼んでますけど、まあ、こちらのフォーマットになります。で現在登録受付はこの MM シフというフォーマットでデータを受け付けて、基本的にはそれをマスターとして、それからまあ変換するような形で上の PDB フォーマットだったり、その次の PDBML、 これは XML 形式に内容を変換しただけのものですけど、まあ、そういうものを作ったり、さらにはそれとまあ似てるんですけど、まあ、別の XML である RDF という形式に変換したりしたものを提供しています。でこの4つは PDBJ に行っても RCSB、PDB に行っても PDBE に行っても全部全く同じデータを提供していますが、この横にはみ出ている PDBML アドというやつ、これだけはちょっと違いまして、まあ、共通データにはないものを我々独自にまあアノテーション追加提供しているものが PDBML アドというものになります。まあ、こういったものを提供しているということで、まあ、中身は後ほど見ていくことにします。でこれ全部テキストですので、テキストエディターで読むことができます。ですが、まあ、検索するにあたっては、まあ、我々のサーバーが検索をやってくれますんで、とりあえず元データを頑張って読む必要はないかと思います。とりあえずはですね。で、今言いましたように検索サーバーが代わりに読んでくれるということですね。で、後ほど出てきますが、その字を見ても、どんな形の分子かってわからないと思うんですけど、そのためには分子の絵を描いてくれないと困るということですけど、それも自分で頑張って絵を描かなくても、我々のサーバーが絵を描いてくれるので、それも後ほど見ていきましょう。はい。ということで、ここからブラウザに行きますが、まず PDBJ のトップページを出していただければと思います。で、PDBJ で Google 検索通していただいてもいいですけど、アドレスが PDBJ.org、そんな長いもんでもないので、直接 PDBJ.org と打っていただければ、こちらのトップページが出てくるかと思います。はい。ちょっとここからはブラウザに変えます。こちらのようなページが出てくるかと思います。はい、ここに現在126,642件のエントリーがあるということが表示されています。はい、で、今こうやって3列状態出てますけど、もしパソコン環境等によってはこのようにですね、幅が狭いとメニューが隠れてしまいます。もしかしたらそうなっている方がいらっしゃるかもしれませんが、この赤い3本線を押しますと、このようにメニューが出てきます。で、このメニューなんですけど、実は場所固定ではなくって、好きなものを好きな場所に、例えば検索をよく使うので、上にニュニュニュッとこう持ってきたりと、こういうことができちゃったりします。ですので、使い勝手のように適宜、配置は変えていただければと思います。はい、で、ぐちゃぐちゃになって戻したかったら、この設定の中に設定を初期状態に戻す。これを押すと配置は元に戻ります。で、まず困ったらヘルプ。もしくはもうそれでもわからなかったら問い合わせ。こちらでいつでもまた聞いていただければと思います。はい。で、戻りますが、はい。で、早速検索に行きたいのですが、先ほどデータはアメリカ、ヨーロッパ、日本、どこでも一緒ですよというお話をしたんですけど、そのデータを使ってどのようなウェブサービスを展開するかというのは各拠点に任されています。PDBJ の特徴、一番大きな特徴と言っていいかなと思うのがですね、どこ行った途中からがわからない。よいしょ。ごめんなさい。よいしょ。よいしょ。ですね、はい。日本サイトだけだと思いますが、日本語検索ができます。ここからヘモグロビンというのを検索しますが、ヘモグロビン、アメリカ、ヨーロッパだったらもちろん英語で入れないとそんなもんないと言われますが、日本サイトは日本語で入れても裏で英語に翻訳してから検索してくれますんで、綴りと分からなくてもカタカナ等で入れれば検索はできると。これ最大の特徴かと思います。で、横断検索かのはどこのサイトでもそうだと思うんですけど、PDB ももちろん見に行きますけど、サイト内検索をやってくれるということです。はい、で、早速やってみましょう。好きなキーワードでいいんですけど、ここではヘモグロビンということで検索してみます。ヘモグロビン。片手で打つとちょっと遅いですが、はい、で何か入れるとこう候補が出てきたりしますが、ここではそのまま検索することにします。エンターを押せばそのまま検索になりますが、このボタンを押しても検索になります。で、ヘモグロビンというキーワードをどっかで噛んでるようなエントリーが全部で778件あるということですね。資料では777だったような気がしますが、1週間のうち1個増えましたということですね。で、これ PDB エントリーで778件、それ以外に PDBJ のサイト内でウェブページ16件。このウェブページと言ってるのは具体的にはニュースであったり、ヘルプページであったり、あと先ほどもちょっと触れましたけど、今月の文誌という、文誌の紹介記事があるんですけど、その中身ですね。それがヒットしています。で、ステータス検索というのは、ここはあんまり一般の方には関係ないかもしれませんが、まだ公開されてないエントリーの状態を検索すると。タイトルにヘモグロビンがなんか入ってると。で、まだ公開されてないものがっていうことなんですけど、見てると多くは途中で取り下げられたこのウィズドローされたものが結構多いですね。で、化合物検索はこれ0件ですけど、PDB ではタンパク質の構成要素となるアミノ酸ですね。アミノ酸とあとそのリガンドとなる、例えば ATP であったりとか水であったりとか、そういうものですね。そういうものをいちいち全部3文字記号で名前を付けています。で、ヘモグロビンはタンパク質なんで、こう0件ですけど、例えば ATP とかだったら ATP がヒットしてきたりします。ということで、ちょっと PDB に戻りますが、でこの778件、この PDBID のリストを取得したければ、この結果ダウンロードというところから取得することができます。で、CSV だったり TSV だったり JSON だったりで、デフォルトでは PDBID だけが選択されていますけど、他にも例えばタイトルも一緒に取りたいとかいうことであれば、オンにすればクリックでオンオフできます。で、下に行ってダウンロードと押せば自分のパソコンに落ちてきます。ということで、で今これ関連性が高い順ってなんかスコアをつけて関連性のポイントが高い順になってるんですけど、 ID 順であったり登録の日付順であったり文化異能の高い順であったりというソートもできます。でどれかを見ていこうと思うんですが、説明の都合上、一番上のこれでもいいんですけど、ちょっと2つ目の 1BAB というのを見てみることにします。クリックしますと、このように各エントリーの個別のページが出てきます。で、タブが6つに分かれてまして、まず概要、で構造情報、実験情報、とありますが、まず概要。タイトルであったり、このタンパク質はヒューマンから取ったということであったり、チェーンが4本あるとか、分子量。で誰が登録したか、どの文献に載っているか、どういう手法、この場合は X 線結晶解析で解いたというようなことが載っています。でその下は検証レポートということで、これはPDB エントリー全体の中でこのエントリーは相対的に見て評価どうかなということ、これ目安なんで、この赤い方に行ってるからこの構造が悪いって見えますけど、悪いと判断するかどうかはその見る人次第で、これどうしても例えば昔のエントリーはそれは今の最近登録されたもんよりはどうしても悪くなってしまうというのはあるかと思うんですけど、それいいか悪いかはまた別かもしれません。一つの目安ということで今こういうのを出すようにしています。でちょっと中断ですけど、でこの 1BAB という PDBID の体系について少しだけお話ししておきます。これですね。ご存知の方はご存知だと思いますが、 PDBID というのは4文字の英数字でできています。で1文字目が1から9。で2文字目以降は英数字。記号はないな。英数字なんで36通り。ということは全部で 9×36 の30なんで約40万件ぐらいいけますが、よく質問で PDBID って足りなくならないんですかというのがありましたが、今12万件余りで40何万件までいけるんで、あと3倍ぐらいは大丈夫ということで、まあ、将来的に5年10年先になるともしかしたら桁数増やさないといけないなという話が出てくるかもしれませんが、今のところはまあそういうことはなさそうですということです。はい、ということで、はい、戻りまして、はい、1BAB ですが、次まず横の構造、視覚化という話をしましたが、こちらからこれまず静止画像ですね。静止画像だけではなくってこちらからマウスでぐりぐり回したりできるようなページを開くこともできます。なんですがメニューが4つもありまして、さてどれを選んだらいいものやらと思われると思いますんで、このページのことを少しまた説明します。はい、今4つありましたけど、まず JV というのはちょっと順番画像とは変わってると JV が2番目に来てると思いますが、 JV というのはこれもともと PDBJ ビュアーと言ってたのを略してるものなんですが、 PDBJ が作ったビュアー分子ビュアーです。 Java という環境が必要になります。で、まあ、Java があればパソコンの中の一つのアプリケーションとしても動かせますし、ブラウザ上でのアップレットとしても動かすことができるんですけど、最近ブラウザ上で動かすというのが年々厳しくなって、まあ、将来的には多分無理になる。今すでに Google Chrome の上で Java のアップレットというのはもう動かせなくなってますけど、まあ、将来的には Firefox とかもダメになってきて、ブラウザ上で見るのはちょっと厳しくなるだろうというのが、まあ、昨今の事情ですね。はい。で、まあ、それに代替するということでちょっと考えて我々で作ってるのが2番目のモルミルというやつです。で、これは Java の代わりに WebGL という別のものを使ってます。で、まあ、これを使うと、まあ、Java がいらないし動きは軽快だし、まあ、綺麗だというのはあるんですけど、ただ、まあ、ちょっと古い環境だと動かない。もうあんまお使いの方いないかもしれないんですけど、例えば Windows XP とかMac でも、まあ、実際私が使ってるところでそうなんですけど、 Mac の 10.6 とか古いやつだとこれが動かない。 10.6 くせもんなんですけど、これ動かすとOS がクラッシュするという、もう最悪なことが起きてしまうんですけど、まあ、そういう古い環境でなければ、まあ、逆にいいかなと。まあ、ただ発展途上というか作ってる途中なんで、まだまだインターフェース等がまだ寝れてないかなという部分はなきにしもあらずかもしれません。まあ、今後、まあ、改良をご期待くださいというところですね。で、下の2つですけど JMOL と JSMOL、まあ、これは基本的には言語が違うだけで中身挙動としては全く一緒です。で、まず JMOL ですけど、これも Java が必要というところで言うと JV とは一緒なんですが、オープンソースで作られてます。で、まあ、いろんな人がこう開発に関わってるんで、やっぱり関わる人数の差かなというところで、やっぱりいろいろ練れてる部分はあるかなという気はしてます。で、また多言語対応ということで、いろんな言語でメニューを表示できますんで、まあ、JV は英語だけなんですけど、 JMOL だったらメニューを日本語にしたりすることもできます。で、それを JavaScript という言語に移植したものが JSMOL なんですけど、こいつは Java がいらないという利点はあるものの、まあ、その代わり遅いっていうのと、あまり大きな文章を読み込むと、まあ、ちょっと読み込みきれなかったり、もう動きがすごいもっさりして、全然ちょっと使い物にならないかなという部分はあるかもしれません。で、まあ、これから説明なんですけど、まあ、一番パフォーマンスは低いんですけど、一番フェイルセーフかなというところで、ここでは JSMOL で一応お話しさせていただきます。まあ、他のやつを開けて見ていただいていても結構かと思いますが、説明としては一応 JSMOL で進めさせていただきます。はい、で、この JSMOL ですね。JSMOL を開きます。Java の場合は Java 実行して本当にいいのかというような、なんかダイアログが出てきたりしますけど、 JSMOL だったらまあそういうのは出ません。で、このように分子が読み込まれます。でコマンドで細かいこともできるんですけど、とりあえずは規定の表示セットがありまして、今これリボンモデル、タンパク質はリボンモデルで、でその他のくっついてる分子とかは玉で書いてあるという表示方法ですけど、それ以外にワイヤーフレームといって結合を全部線で書いてみたりで、全部玉で書いてみたりで、また色もチェーンごとにしてみたり、原子の種類、これだったら灰色が炭素で水色が窒素で赤色が酸素で、下の方に見えてる黄色いのはこれ硫黄ですね。このように、元素種ごとに色分けをしたり、グループっていうのは N 末端、端っこから端っこに向かって虹色にだんだん色が赤から青に変わっていくような配色方法です。だからどっちの端の方に近いのかなというのが大体わかるという、こう色分けですね。でこれマウスでクリックしながらこうぐるぐる回したりで、シフトしながらちょっとマイクと全部でちょっと手が足らないんですけど聞いてもた。シフトじゃなかったかな。こうですね。はい。シフトをしながらこうドラッグすると拡大縮小ができたりします。こんな感じ。はい。はい。ということでビューアーの紹介でした。はい。でだんだん時間なくなってきましたけど、はい、この上のダウンロードのお話を次させていただきますが、こう元データ、先ほど少しいろんなフォーマットがあるというご紹介しましたけど、構造データ以外にも、ここに配列情報がこのように見れたり、あと PDB フォーマットも80文字固定と言ってたのが、こんな感じで見ることができたりします。これ詳しくはまたちょっと後ほど触れます。はい、であと資料には書いてませんけど、他のデータベースということで協力してやっている他局のサイトであったりで、今回紹介しませんけど、よろずみというよりマウスとかだけでこう分子が気軽に見られるようなインターフェースということで、よろずみというサイトも我々で作ってるんです。そちらであったり、あと部分構造のなんか分類したデータベース、CAS とかスコップとかですね。で、配列情報のユニプロットなどなど、あとこれに関する今月の分子の記事もありますとか、そういうことがいろいろ載ってます。関連データベースへのリンクですね。はい。これ概要ページでした。で構造情報ということで次のタブを見ていきますが、こちらには各チェーンの詳しい情報が載っています。でこのタンパク質、これ言うの忘れてタイトル見るの忘れてましたけど、これちょっと普通のヘモグロビンではなくって、なんかヘモグロビンの変異体、アルファーサの変異体ですね。で残機がどっか変異がかかっていて、しかも N 末端になんかアセチル基がついているという、なんかそういうちょっと変わったヘモグロビンですけど、でそれが、2種類のまずチェーンがありますという、アルファチェーンとベータチェーンがあって、アルファチェーンには A と C というチェーンの ID が割り振られてます。でベータチェーンには B と D というチェーン ID が割り振られてます。でそれぞれ2個ずつあって、でユニプロットのリンクがあって、これ人から取ってきましたということです。でそれ以外に硫酸イオンで、あとニャニャと書いてますけど、これはヘムですね。ヘムがあって、あと水が266個ついていると。で配列、先ほどもファスタ形式のやつ少し開きましたけど、それと同じ情報がここにも載ってます。であとなんかいろんな矢印が出てますけど、矢印はアルファヘリックスという螺旋になっている部分がこの部分ですよというのが示されてます。この部分は螺旋の構造をとっていると。あと下にちょぼちょぼついてますけど、これはヘムがここにくっつきますよというのを書いてますね。でこのポリマーサー全部で4本あって、分子量合計こんだけで、それ以外に6個の分子があって、これ水抜いてますけど、で分子量合計こんだけという情報が載ってます。で次は実験情報。これどうやってこの構造を取ってきたんですかって、どうやって結晶を作って、これは X 線結晶解析で解いてますから。まあ、何らかの方法で結晶を作ってるわけですけど、その結晶をその溶液の条件がどっちかというと下の方ですね。pH が 6.5 で、温度とか書いてませんけど、でなんかアンモニウムサルフェートで4モルのやつで作ったというようなことが書いてあったり、あとその結晶を取った時の、なんだ結晶格子、結晶解析したそのデータのその1個の単位っていうんですかね、その結晶。結晶というのはこう同じものがこうずっと並んでるという、縦をこう奥行きにずっと並んでるもんですけど、それの1個の単位の大きさがまあこんだけですよと、まあ、そういうような情報が書いてます。でこれ見てみると、ところどころに薄い水色のアスタリスクがついてるんですけど、こちらは実は PDB 共通のデータに入ってない情報が載ってます。で入ってないものを我々で独自にこう論文から拾ってアノテーションしている作業、今ちょっとその作業もやってないんですけど、かつてはやってました。その情報がここに入っています。PDBML アドというところから拾っている情報です。だからこの部分に関しては他局に行くとここは載ってなかったりすると思います。この実験結晶化情報とかですね。はい、でこれ実験情報、まあこれ X 線だからこういう書き方ですけど、また NMR 電検ではまた違った情報が出てくると思います。で機能情報は、まあ、どこが活性部位であるとか、まあどいうことが主ですね。でこれは硫酸イオンがここにくっつきますよと、クリックすると残機の詳細が出てきますけど、 D チェーンの1番のバリン、78番のロイシンとかいうところに硫酸イオンがくっつきますよというこれ情報ですね。あとヘムがここにくっついてますとかいうことで、あと遺伝子オントロジーの情報ということで、このエントリーは何という、まあ、キーワードに関連付けられるような分子かというような情報がわーっと載ってます。でこれ最初から開いてるとでかいので、こう三角クリックすると開け閉めできます。邪魔だったらいらんものをこう閉じていただければと思います。はい、で次相同タンパク質。これ配列が似ているタンパク質ですけど、この場合チェーンがまあアルファとベータ2種類あるんで、どっち見ますかということで、今閉じた状態ですけど1種類しかなかったらもういきなり開いてきます。で、まあ、上の AC アルファチェーンの方を開いてみますと、まあ、しばらくちょっと考えますけど、こうやって候補が出てきます。で 99% 似てますねというのが見つかりましたと。1BAB の A チェーンは 1BAB の C チェーン、まあ似てるのは当たり前かもしれませんけど、同じタンパク質のアルファ差とベータチェーンが、まあ、似てると。 99% 似ているということで、まあ、資料には書いてませんけど、これ実際詳細で、ここちょっと JSMOL ないんで、ここではちょっとモルミルを使ってみますが、このように重ね合わせた絵も描いてくれます。で見てみると、この下の方がちょっと方向違う方向いてますねとか、この辺がちょっと違うなというのが、まあ、視覚的に分かるかと思います。だから 99% ということで 1% 違うだけで、まあ、こっちあっちと、まあ、いろんなとこがこうずれてくるんだなというのはこれで分かると思います。はい、で、このソードタンパク質なんですけど、実はこれ、この検索の中にシーケンスナビゲーターというのがあります。これを裏で走らせてるだけですので、実はこっちに行ってもらって、1BA、あれ違うもうしたな。ごめんなさい。これか。よいしょ。はい。で、ここに 1BAB の A チェーンと押して検索ってやったら同じものが出てきます。はい、ちょっと戻りますけど、あれ戻らない。よいしょ。戻った。はい。で、あとダウンロードですね。はい。で、ここにも主要なフォーマットのダウンロードがありましたけど、ここには一応フルで全部載せている状態です。で、まずは一番歴史のある PDB ですけど、まあ、いくつかあるのは圧縮非圧縮と、あと PDB に入っているデータの実は大半が原子座標情報。各原子の XYZ の座標情報が実は大半を占めてます。で、それ以外にメタ情報として、このタンパク質はどの生物から取ってきましたとか、どのジャーナルに載ってますとか、あとどこにアルファヘリックスがあって、どこにベータシートがあるとか、そういうようないろんな情報が載ってるんですけど、そのメタ情報の部分だけが欲しい場合も得てしてあります。なので、このヘッダーのみっていうのは座標情報を抜いた残りの部分だけのやつっていうのも一応作ってて、そちらを見ることもできるようになってます。で、PDBXMM シフトというのが、まあ、一応一番マスターフォーマットになってるやつですけど、これも PDB と同じようにヘッダーだけとそれ以外。で、それ以外もちょっとこのフォーマットにするとゴボッと広がってちょっと見づらいので、必要なところだけ順次開けていくようなツリービューというのもできますし、いきなりもうドバッと開いてしまうフラットビューというのもできるようになっています。で、ちょっと、さっき PDB を見るの忘れましたけど、PDB だと、まあ、先ほども見ましたこのように80文字固定になっています。で、まず最初の6文字がここ何書いてあるっていうことが書いてあって、これだとヘッダーです、タイトルです、コンパウンドです、でソースでジャーナルとか、まあそういうのが書いてて、そんで残り、まあ、6文字で7文字目開けて8文字目から先がまあ何か書いてあるところで、で1行に書ききれない場合はフォーマットとして許されてるならこう2行目3行目と23とかこう番号ついてるのは複数行にわたっているということを示します。で、下の方にずっと行くと、まあ、原子座標のところが、あ、そうか、これ原子座標ないやつを開いてますね。こっち。下の方に行くと、あれ、これ、ここですね。原子座標、ここから始まってますけど、これ NMR にアセチル基がついてるので、最初だけヘッドアトムというのを、タンパク質のチェーンじゃないものはヘッダーアトムで、タンパク質チェーンの、まあ、標準アミノ酸の部分はアトムという、まあ、一応区別がされてますけど、でここが XYZ の座標の部分ですね。この3つの数字がそうです。でここ原子番号ですけど、この原子番号1から始まるやつがこれ5桁最大ということで 99,999 だから10万以上の原子が書けないというこう欠陥がありまして、だから最近のでかいものはここに入らないということで、まあこいつはちょっとやめたいなという話になってます。で MM シフも見てみますが、 MM シフはこのように可変調です。先ほどの PDB フォーマットは80文字固定なんで、1文字でも超えたら2行目に許可されてる項目のみですけど、許可されてたらまあ2行目3行目というふうに書いていくんですけど、これはそうではなくてもまあ、パソコンの性能が許す限りと言っていいと思いますが、まあ、なんぼでも書けるということですね。でこれ見方なんですけど、これまず例えばこれだったら「エントリー i.id」で 1BAB と書いてますけど、これはエントリーというカテゴリーの ID という要素の値が 1BAB ですということを言っています。で、この中のデータっていうのがカテゴリー分けされてまして、でその中に要素がこの場合1個しかないですけど、その次だったらオーディットコンフォームというカテゴリーの中にディクトネーム、ディクトバージョン、ディクトロケーションという3つの要素があって、それぞれの値がこれですと、こういう書き方されています。でデータセットはこれ1つですけど、複数ある場合はこうループと書いて、さっきキーの方をずらずらっと書いて、値を後でずら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 っと書いていく、こういう書き方を使い分けてあります。今回はこれをちょっとあまり深追いするのはもうやめときますが、こういったデータを読んでこういった絵を描いてくれたりするということですね。で、必要な情報を拾って、先ほど見てきましたここのタブに出てくるような情報を出しているということです。で PDBML というのが、これも折りたたみ形式で書いてますけど、ここを開いたらこんな感じで見れます。これ本来は資料にもありますようにドバーッとこうすごいテキストがいっぱいになってます。でその資料にも載ってますけど、一つのアトムのことを書くだけで数十行かかっている、数十行は言い過ぎか、十数行かかって書いていると。あんまり大きいんで開けたくないんですけど、これあれか、アトム行、これを開ければいいのかな、ちょっと時間かかりそうなのでやめときますけど、本来は資料に載っているようにもう XML のタグがあって値があってタグを閉じるっていうのまであるんで、すごい同じ情報なんですけど、 MM シフト PDBML は中身の情報は一緒なんですけど、ファイルサイズだけはすごいでかくなってしまってる。すごくってほどでもないですけど、127キロが192キロ、ちょっとでかくなるということになってます。で、少しここでフォーマットのちょっとまとめをしたいと思うんですけど、はい、でざっくりフォーマットのまとめですけど、 PDB フォーマットはデータが全部含まれてない、一部もうカットされてるということですけど、人がざっと読むにはいいということですけど、自由記述部分がかなり多いのでプログラムで処理しにくいという欠点もあります。それもやめたいという理由の一つですね。で、それに対して MM シフはデータは全て含まれている。これが今マスターフォーマットなんで、これには全部の情報が入ってますが、人が読みやすいかというと、特にその横に長いとか、行数も増えてるとかね、いろいろあるんで、読みやすさは PDB フォーマットより、人が目で読むにはちょっとレベルは落ちるのかなと。ただプログラムでは処理は自由記述という部分が減ってる部分、丸かなと。ただ言ってみれば結晶の世界での独自フォーマットみたいなことになってるんで、一般的に使いづらいのかなという。ただその読むためのライブラリーとかいうのは提供はしてますんで、プログラム書く人はそれを使ってバイオインフォ系の処理をされる方はできるのかもしれませんけど、一般の方にはちょっとハードルは高いのかもしれません。でさらにXML というのも作ってるんですが、これはW3C というHTTP とか HTML かホームページの記述言語とかの定義を作ってる団体とかですけど、そういう、より汎用なところで使われる XML というフォーマットにしてますんで、汎用のライブラリが使えるだろうということで作ってるんですけど、先ほども言いましたように行数がすごいドバッと増えて、人が目で追うのはすごい大変ということで、人が読むもんではないなという、機械が読むもんですねというようなものになります。はい、ということで資料で他にも各フォーマットのことはもう少し書いてますけど、ご興味ある方はまたちょっと読んどいていただければと思います。ちょっと時間の関係で説明はあと省略させていただきます。で、あともう5分ぐらいしかないんですけど、ここまでまず何か聞いときたいことがもしあればですけど、特になければ、また最後までいますんで、僕が答えられることであればまた聞いてください。はい、で、あと5分ですけど、ちょっとおまけを見ておきたいと思います。例えばこんな検索をしてみましょう。キーワード「アルコール脱水素酵素」で検索。果たして PDB にはアルコール脱水素酵素という、キーワードをどっかで噛んでるエントリーはどれぐらいあるのかなと。アルコール脱水素酵素そのものだけをこう探してくるというのは実は難しいかもしれなくて、キーワードだとの変異体とかこういろんなどっかにキーワードさえ入ってれば拾ってくるんでちょっと難しいんですけど、この演習ではちょっとその細かいところは気にせずとりあえずやってみることにします。はい、ここから今度はアルコール脱水素酵素。これ2本は漢字が入っても大丈夫です。ちゃんとやってくれます。はい。今335件。どっかでアルコール脱水素酵素、アルコールデヒドロゲナーゼが入っているようなエントリーは335件ということです。で、公開日が最も古いエントリー、その公開日は、で、最も古いと言われると、公開日の古い順に並べ替えると。で、この 5ADH が一番古いなと。で、登録されたのは1984年ですから、何年前ですかね、もう30年近く前ですかね。で、何の生物から取ったかっていうと、概要ページのこちら、ここに、ホースと書いてます。こう馬のアルコール脱水素酵素を持ってきたものです。何を聞くんでしたっけ。論文が何年に発表されたか、論文はここに載ってますね。これはジャーナル・オブ・バイオ・ロジカル・バイオ・ケミストリーかな、正式名忘れましたけど、これの1986年に載っていると。はい。生物種は言いましたね。で、リガンド結合部位となる残機は、結合部位は機能情報。ここを見ていただくと、亜鉛がつくところと APR って何かちょっとわからないですけど、 MPD 何かわからなかったらそれはここを見る。構造情報、先ほど触れませんでしたけど、例えば APR って何っていうとこう、ポイントしてもなんか出てきますけど、クリックしたらその化合物情報がこうやって出てきます。こういう化合物ですよということですね。これそれぞれ全部リンクになってますんで、その化合物それぞれの詳細はこちらから見ていただければと思います。